フランスで一番高い教、カテドラルはあれです。で、この教会見た後にあっちも行きたいと思います。すごいね。信じられないよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、ということで今日はルエーっていう町に来ております。で、今ね、朝ごはんを探しにショッピングモールに来ました。タダン、初めてのショッピングモールです。フランス、But it's quite big, actually. Quite big だし、クリーンだし、ニューですね。そう、ドック76っていう、ドックス76、76っていうショッピングモールに来ました。今からトイレをして、トイレをお借りして、朝ごはんを探したいと思います。クレープ食べたいです。はい、今、ルエーの街来ました。けど、めっちゃ天気悪い。悪い。めっちゃ天気悪いです。悪いです。やばいです。もうちょっと今見えないですけど、霧雨。こんな感じで、あれがね、教会になります。カテドラになります。こんな感じ、今。The cathedral? Yeah, 橋を渡ってます。With the gold roof? うん、見えない見えない。It has the highest peak of all cathedrals in France. そうなんです、そうらしいです。なので、かなり有名な、カテドラルになるのでちょっと見逃せないということで、 It's a rainy day, but yeah, we don't have actually no excuse、yeah. not go there. It's not like we will melt or something、mm. because of the rain、mm. and also not lazy persons, yeah, but so, this is really kind of really worst weather to visit somewhere. So, まあでも朝このカテドラルを見て、ちょっとルエーの街を見て、今日は早々ホテルに退散したいと思います。今日はホテルに泊まります。久しぶりのお風呂。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 やったー。はい、ということで街歩き、おー、始まりました。始めていきたいと思います。はい、ちなみにルエーの街はですね、かの有名なジャンヌ・ダルクさんがここに捕らえられて、処刑もされた、すごい有名な街になります。で、街並みね、中心街はこんな感じで、外の方はすごいね、高い高層ビルとかアパートメント建ってるんですけど、教会の周りとかね、この、まあ、市内地っていうんですか、市内の方はこんな感じですっごい綺麗なので、ちょっとあいにく雨降ってるんですけど、こんな感じでちょっと街歩きしていきたいと思います。かわいいです。バシちゃんが全然来ない。バシちゃん頑張はい、でも皆さんね、ジャンヌ・ダルクのことは知ってると思うんですけれども、私も昨日ね、ちょっとネットで改めて調べていろいろ勉強しました。後からまた BGM とともにちょっと説明を入れていきたいと思います。で、これがワノフ教会ですね。わー、でもね、街がね、綺麗、もう全部綺麗です。見て見て見て、おー、で誰もいない、なんちゅうこっちゃ。はい、ちょっとね、外れたところにある教会なんですけど、一番ね、フランスで一番高い教、カテドラルはあれです。で、この教会見た後にあっちも行きたいと思います。すごいね。信じられないよ。はい、開いてませんでした。ということで、教会の周りを歩いていきたいと思います。まあ、多分向こうの高いカテドラルは開いてると思うので。いやー、素晴らしいね。お店はね、全部クローズしてるんですけど、今日は何曜日？今日金曜日？あ、今日土曜日？違う違う、今日木曜日なんですけど、多分シーズンじゃないからですかね、全部お店が閉まってますね。今お昼過ぎなんですけども、こんな感じでちょっと空いてるところもあれば、閉まってる、空いてる、閉まってる、空いてるみたいな感じですね。こんな感じです。はい、ちょっと雨なんでね、画面が濡れちゃうかもしれないんですけど、ご了承ください。こんな感じです。基本的にはカフェとかレストランですね。で、ここが教会になります。なんか週の半分しか空いてないみたいです、この教会は。
バトラックでしたね。おお、すごい修復工事してます。おお、すごいわ。ちょっとじゃあ細道をいろいろ歩きながら、高いねカテドラルの方向に進んでいきたいと思います。 So we're gonna head to the biggest cathedral、No?Let's watch no, the that road. Way. yeah, but let's watch the... That road. Road. Okay. Road. ここから中に入ります。おー。おー。めっおー、最高やん。おー。わー。あれにね、登録されてるヘリテージに登録、遺産登録されてる、箇所が5、6箇所ぐらい。わあ、ね、すごいレストランです。5、6箇所ぐらいあって、結構ね、市内に固まってるので半日ぐらいでは全部見れるのかなと思うんですけど、うわあ、すっごい。うわあ、ここ今レストランなんですけど、もともとは何になるんでしょうか。こういう感じ、1533年こんな感じのがこうやって増築されて、で最近ねこれ今1880年こんな感じになってるんですけど、2020年まで、リフォームしてたらしいです。こんな感じですね。わあ、もともとはこのそばにある教会の、お墓埋葬場だったみたいで、ここでまあ火葬とか埋葬とかがされてたらしいんですけど、まあ、大きい都市っていうのもあるし、かなりね黒死病が流行ってたっていうのもあって、もう骸骨をね置くところ、骨を置くところがもう間に合わないぐらい人が亡くなりまして、この屋根とか屋根裏に全部骸骨がバーって並べられてたみたいです。でその後に孤児院になって、で孤児院と埋葬場が一緒にね経営というか設置されるようになって、その後100年ぐらいそんな感じで続いた後に、女子学校になったらしいです。で今はねレストランとかが並んだりしてるんですけど、かなり歴史のある場所ですね。いやーすごいです。でこんな感じでちょっと英語とねフランス語の説明書きもあるので、こんな感じで黒死病が流行りましたよ、たくさんの人が亡くなりましたよっていうね説明とかもあるので、ぜひ見てみてください。ということで先に進みます。ゴミ箱とかね公園とかちょっとちょこちょこあるんですけど、基本的に家の作りがこんな感じで統一されております。おー、あ、なんか魚の匂いがします。どっち？こっちじゃない？わ、川流れてる、すごい。うん、川流れてる。わ、はあ、いい匂い。レストラン街ですね。うん、ママシタメグスタマリアマメグスタストみたい。あ、いい匂い。わあ、おー、川流れてる、すごい、めっちゃ浅いけど川。おお、本当合ってる。あー、かわいい。ちょっと工事してるんですけど、売られてます。上の青い家の売りに出されてます。借りるかな、賃貸かな、いくらかな賃貸。If you rent there, how much the cost? 冷たいね。いや、まあ冷たいけどさ、いくらかな。いくら？うん。5ユーロ？I think expensive. 多分 VIP ないよ。多分 VIP あるよ、VIP は。お、うわ、すごい。Okay. うわ、はい、見に行きます。ここもちょっと一部、改築工事されてるんですけど、入れると思われます。あ、チケット買うのこれ。 You need a ticket? No. No. そのまま入れるのかな。日本の
言葉でいらっしゃいませっても書かれてますね、日本語で。ウェルコムの下にいらっしゃいませ、オランダ語の下に日本語。あ、や、おお、なるほど。じゃあ入って、え、これ入り口、マスクあるけど、じゃあ入っていきます。開かない、開かない開きませんね。ちなみにジャンヌ・ダルクはですね、フランスのね、東側の地方で、あの農家のね娘として生まれるんですけど、普通の女の子で生まれるんですけど、5人の兄弟と一緒に、12歳の時に大天使ミカエルとか、あとその他2人のねすごい有名なお方に天命を受けて、神からのねこう使いとしてねお話を受けるわけなんですけれども、12歳ですよ。すごいよ。でその後に16歳で、あの兵になりたいっていう風に志願というか、あのうわこっち行ってみよう、あのしまして、志願しまして、あのリーダーの人にね話をつけて、まあ、こうこうこうでっていう話をねやったりして、いろんな業績を上げて、あのものすごい生い立ちなんですけれども、なんと19歳でね処刑されるんですよね。いやー、私よりも10歳若いんですよ。すごいです。で19歳の段階で、まあ、業績を上げたり、異端審問会にねちょっと囚われて、あの審議にかけられたりとか、いろんなことが起きたわけなんですけれども、まあ、こういう街を訪れることによって、またね、またもう一回ちょっと歴史だったり、ジャンヌ・ダルクとかそういう偉人のね方の勉強をしたいなっていうふうに思えるきっかけにも、すごくなるので、今日来れて本当に嬉しいでございます。バッシャンは嬉しい？いや、嬉しい。嬉しい？楽しい？いや、なかなかね。I really would like to enter the churches. そうだね。Because, the high ceiling, I think it's very beautifully built. But the highest cathedral, we have still chance to enter. Yeah. Maybe、ね、we can eat something and go to the other ones again. This is another one? すごいいっぱいあるね、カテドラル。ということでちょっとまた、そうね、うろうろしていきたいと思います。バシャンは何か言いたいことある？言いたいこと？いや、ウリーイズサイゲン。ね、バシャンはお腹痛かったんですよ、今日朝ね。ここ行こう。バシャン、また綺麗見つけた。あ、もう全然進みません。全然カテドラルに行きません。そう、バシちゃんはね、今日はお腹痛かったね、朝ね。This morning I had some diarrhea. そうね。So I didn't eat properly this morning. そうなんですよ。I did eat, but now I'm getting a little bit hungry again. Kocha-san doesn't want to go eat something with me. そう。So I'm still waiting. She's still, like, every corner we take, she's like, Oh, wow, きれい。And I'm still waiting. I'm still waiting for my food. かわいそう。But we got also sandwiches this morning and bagel and yeah, small one. It was good. We were searching our snacks for 3 o'clock and we go to the cathedral and maybe we have chance to visit another cathedral, the last one. But I want to sit inside. It's really freezing cold weather. We just saw a bakery. So, very nice bakery. かなり寒い。We couldn't sit inside. Yeah. Even we bought a jacket for a panda this morning because it's so cold. Like sleeping inside in the car, especially at night, it's still very cold. So, and panda is a single coat dog. Eden has a double coat, but Eden is. ということでちょっとカフェを探していきます。We're gonna search our cafe. 見て。Our cafe. Did you see? No. Oh.綺麗ね、なんか雑貨屋さんがあのすっごい可愛いですルエン。見た感じ、カフェと雑貨屋さんめちゃめちゃ可愛いので、あとこの壁のね模様もこの縦線とかバツ線とかこの、 あの四角線とかね、いろんなデザインがあるので、ぜひそこも注目して見てほしい。おお、すごいね、いいナイフ。あ、いいナイフ。あ、かっこいいね。かっこいいでしょ。おお、あ、いいな、いいブレスレット。カフェ行きましょうか。Also, yeah.
はい、裁判所です。こちら裁判所なんですけど、側面にこの弾丸弾撃の跡があります。あの銃で撃たれた跡だと思うんですけど、ここからですかね、こんな感じで、なんていうんですかね、こういうののこと、弾撃の砲撃の跡があります。すごい、直してないですね。直さないんでしょうか。なんか多分歴史を感じます。すごい、触っておきますね。もうすごい、いやもうね、小道がもう可愛すぎてめちゃめちゃ目移りします。全然進まないですね。多分もう本当に何日いても結構雑貨屋さんとかお店とか見る、歴史見る、気になる小道見たりとか写真撮ったりとかしてたら結構3日4日すぐ過ぎそうな街並みです。ここはCan I please go on merry-go-round? Merry-go-round あるの？本当だ、ちっちゃ。 It's not merry-go-round, it's car-go-round. Car-go-round. はい、今下出るに向かう途中なんですけれども、あそこにある鐘を見てから下出るに向かおうと思います。全然行かない、全然下出るまで行かないんですけど、あそこにね、有名な金の、時計、金の時計があって、多分鐘がすごい有名なのかな。博物館もあるっていう風に聞いたんですけど、すごい曖昧な情報ですが、あそこにちょっとまず行って Vlog してから下出るに向かいたいと思います。演奏もあります。うわ、もうね、めちゃめちゃ綺麗です。これ多分メインストリートだと思うんですけど、うわで花屋さんがあってみたいなね。わお、いやもうめちゃめちゃ中世の気分になります。この道歩いてたら鳩が飛んで、おお、これが金の時計になりますね。鐘になります。はい、何なるほど、いろんなのが読み取れる金の時計らしいです。うわすごいね、装飾。今ちょっと見えると思うんですけど、装飾がすごい綺麗です。正面から見るとね、こんな感じですね。素晴らしいです。この道を入って下出るに向かうっていう感じです。はい、下出るの通りの横にあるこのちっちゃい通りのここのクレープ屋さんに入ろうと思います。なんかすごい可愛い趣あるところです。ということで行ってみましょう。いつ食べるの？朝、アポーバイゲーじゃん。あ、なるほど。
私はチョコレートを頼みました。アイスクリームが入っております。で、ティーは藤山ジャパンを注文しました。ということで、なんかちょっと老舗のお店っぽいです。美味しそう。いただきます。こういったやん、頼む。はい、ということで戻ってきたので、ここからね、シタデルのところまで、歩いていきたいと思います。綺麗。はい、ちょっと雨なんですけど、皆さんあんまり傘さしてないですけど、歩いていきます。はい、こんな感じですね。今ちょっと雨降ってるね。雨がちょっとひどくなってきてるので、カテドラルに入れることを願う。 I really hope that that the cathedral is open. Really, really. 空いてるといいんですけど、ちょっとルエの今教会全滅してるので、上部をね、今なんかちょっと改装工事みたいなしてるんですけど、あー、金がまたしてもありがとうございますなってくれました。はい、ということで空いてるかどうか見ていきたいと思います。うわー、すごいね。空いてないね。空いてない？嘘でしょ。うわー、金がうわー、すっげー。わーわー、こんな感じです皆さん。でもなんか前方のドアが開いてないので、開いてないのかな。ショック、開いてなかったら。ちょっとシーズンオフだとこういうことがあるのであれなんですけど、あとコロナのね、状況で時間が変わったりとか、指定の時間しか開いてなかったりするので、今ちょっと読めない状況ですね。いろいろ何ができるのか。 So, is it closed?Looks close. Maybe on the side. Maybe on the side, but maybe because this is the front, right? Oh, but this is wow, huge work. Wow. いっぱいお金だわこれは。もう装飾がすごいです。ディテール。あ、寒いね。雨が痛い。ちょっと。お、sorry.前よ。皆さんこの通り来てください。こんな感じの広場になります。